こんにちは、大阪府守口市の総合生態サロンの水谷武大です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は頚椎ヘルニアや頚椎症と診断され、症状がなくなるとヘルニアや骨の変形はなくなっているのかについてお話しさせていただきます。これは皆さん疑問に感じることなんですが、実際にはどうだと思いますか？似たような話がこの前後にあるかもしれませんが、少し内容が異なり、時折患者さんから症状が落ち着いてくると、ヘルニアが小さくなってきたんですかねと聞かれます。事実を調べるなら、その時点の MRI 撮影をして前回と見比べる以外に方法はないので、実際のところは分かりません。 MRI 撮影をせずに小さくなってますよと言われたら、それは何の根拠もない診断行為になりますので、信じてはダメです。ただ症状の軽減があるなら、ヘルニアが小さくなっている可能性があるのは事実ですが、画像の確認なしに断言はできません。では骨の変形が原因である頚椎症はどうでしょうか？これはヘルニアと違って、症状がなくなっても骨の変形が小さくなることはありません。では骨の変形が原因で変形性頚椎症や頚椎症性神経根症となり、神経を圧迫しているから痛みやしびれが出ると診断されたのに、骨の変形が残ったまま症状がなくなるのは話が違わないかとなりませんか？ここが皆さんなんでとなるわけです。ですから医師からそのような説明があると、骨の変形が原因なら骨の変形をなくさないと治らんということやんなと考えるのは当然のことだと思います。じゃあなんで骨の変形が残ったままでの症状が消えるのかについては、それぞれの先生の考えがあるようですので、それぞれの先生の考え方を調べてみてください。このそれぞれの先生というのは、まあ、例えば医師ですよね。いろんな病院の先生方が、原因とか理由を書いていると思うんで、その辺についてはそれぞれの先生の考え方があるので、その先生の考えを聞いてくださいということですね。なお当院の考えは近いうちに別動画を上げますので、ぜひご覧ください。はい、それでは今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。失礼します。